ホースケール機構師団シリーズパンサー戦車の完成品4スケール機構師団シリーズはクラウンモデルとカズミツ模型が共同で1970年代に発売したホースケールの戦車プラモデルのシリーズクラウンモデルは1960年代の半ばからプラモデルの販売を開始した古参の模型メーカーの一つで1144スケールの航空機キットなどで 知られており、2011年現在では、モデルガンをメインに扱っている。カズミツ模型は1960年代の初めから1970年代の後半まで活動した初期のプラモデルメーカーである。ホースケール機構手段シリーズは、この2社が1974年頃に共同で発売したプラモデルのシリーズで、両社5点ずつ、計10点が発売された。 本シリーズの車両は、オーストリアのロコのミニタンクシリーズを参考として作られている。ただし、ミニタンクシリーズでは、天輪とキャタピラが一体で成形されているのに対し、本シリーズではキャタピラが天輪から分離され、軟質樹脂でベルト状に成形されていた。また、戦車本体以外に、ジープのような小型車両や、バリケードのようなアクセサリーが付属するキットもあった。 スケールは、フォースケールであるが、初期のミニタンクシリーズの一部は1、87より、小さめに作られており、本シリーズの一部にもそれが見られる。また、本シリーズには、エアフィックスの大スケール、1、76スケールの兵士をコピーした、フィギュアセットも含まれている。本シリーズでは、シリーズ番号の1、4、7、10、13を、数密模型、3、6、 9、12、15クラウンモデルが発売しており、シリーズ番号の2、5、8、11、14は欠番となっている。クラウンモデルと数密模型につ輪を加えた3社は、1973年から74年にかけて IMC 模型研究会の名称で、1、144スケールの航空機キットを共同企画で発売しているので、 本シリーズの2、5、8、11、14も、三つ輪の開発担当として企画が行われた、可能性が高い。本シリーズの発売された1974年は、長谷川、富士見模型、日東科学などの大手メーカーが、1、72から1、76スケールの、ミリタリーモデルの開発を一斉に進めていた時期であり、 キャタピラ等に手を加えてはいるもののロコ製品の焼き直しにしか過ぎない本シリーズはほとんど注目を集めることはできなかった。本シリーズはアメリカのオム社からも販売されている。オムは鉄道模型をメインとするメーカーであるが1960年代から70年代にかけてエアフィックスのプライモデルやロコのミニタンクシリーズ、日本の富士見模型や今井科学、 緑紹介などのプラモデルの輸入販売も行っていた。本シリーズについても1970年代半ばにフィギュアセット以外の発展を自社パッケージで販売している。パッケージのデザインはメーカーロゴを自社のものに変更し独自の製品番号を加えた以外はほぼオリジナルのものと同じでシリーズ名や製品名の日本語表記もそのまま残されていた。 また、クラウン製産文では、メーカー名の英文表示もそのままであった。下記に、製品の一覧をオリジナルおよび読む発売時の、製品番号とともに示す。名称は、パッケージの表記に従った。ありがとうございます。